当たり。みんな喜べる馬券がありそうですね。確かに確かに。じゃあみんな喜ぶかみんな泣くか。泣くか。2月11日に東京競馬場で声優の相葉愛奈さんを迎えて行われたデイリー杯クイーンカップの予想検討会の模様をお届けします。今回は少しだけバックヤードでの打ち合わせの模様も公開。出演者の皆さんがどのような話をしているのか覗いてみましょう。雪の影響でちょっと発送時刻も変更になってセンターコートに場所が変わりましたっていうお話をちょっとして、で、まあ、久しぶりにこのセンターコートでのイベントになりますっていう、なんかちょっとインフォメーション的な話をしてからお呼びしようかなと思っておりまして。そんな段取り良かったん？成長したな成長したなで、声優の相葉愛奈さん。声優のってお伝えして？はい、大丈夫です。で、最初ちょっと相葉さんのご紹介というような感じで、はい、4回書いていただきました。はい、もうすごい大好評で素晴らしいです。ありがとうございます。本当にこちらこそ。ありがとうございます。で、多分ここ12時15分に次のレースが発走で、そこのイベント会場だとあんまり時間そこまでキチキチしてないから、話したい内容を多分全部話していただいて大丈夫かなと思います。はい、はい、最後相葉さん本日の検討会いかがでしたかで、お話最後にしていただいて終わりになります。12時10分までになってますけど、ま14まではギリ伸ばせるかな。はい、JRA の人に言われたわけじゃないですけど、発送までの間に終わらせれば多分大丈夫だと思うので、はい、まあ、10分終わり目安で、もし何か話したいことがあれば、まあ、急ぎ足にならなくても大丈夫かなと思います。はい、あと何かありますか？完璧大丈夫ですか？はい、もうあれじゃない、全然打ち合わせに入ってないじゃん。打ち合わせに出したいですね、これ。的中させたい。うちなんだ。1枚で、あ、1枚で済む。ありがたい。裏表。始めたての時の方が当ててたんですけど、うん、それは穴をそんな入れてなかったんですよね。あ、はい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 、だから程よく3連単が当ててたんですけど、はいはいはい、最近やっぱちょっと穴入れたくなりますよね。そうそう、一回味覚えちゃうとね。いやいや、確かにですよ。だいたいそれ、あの、だいたいダメだ。そうなんですよね。まあ、でも当たった時のね、喜びね、やっぱね、大きいですからね。そこで乗り越えてもらって。誰もがみんな一回通る道だと思う。確かに。最終的にはワイドぐらいまで降りるかもしれないから、もう確実に当てに行こうみたいな。デイリースポーツ競馬新聞馬サンプロ主催デイリー杯クイーンカップ予想検討会を始めさせていただきます。ね、我が社でもね、こうイベント打てるっていうことは非常に喜ばしいですし、まあ、ちょっと今日は雪が心配でしたけれどもね、まあ、なんとか開催もできてよかったかなっていうふうにも思ってますね。そうですね、はい、でも講師としては、はい、もう絶対に当てなければいけないレースですよね。それなんかよく振られるんですけれども、はい、まあ、当然当てなきゃなんないんですけれどもね、はいはい、まあ、絶対に当てなきゃなんないレースです、はい、YouTube で、はい、会社の指令でクラシック番付っていうのを撮影したんですけど、再生回数がね、はい、100回ぐらいしか始まってない。社内の人だけで関係してません。ちなみに私1回見ます。100回の人います。100分の1、100分の1、私も1回見ました。本当に100分の1、今日見ます。ちょっとこうやって増えていくのかな。元プロレスラーでいらっしゃる。そうなんです。いや、それ聞いて驚きますよね。びっくりですよね。ちなみに予想するときはどういったところをポイントにされてるんですか？でも前走の走りであったりとか、なんか自分の中でオッズ、最近は特にそうですけど、オッズ見ずにピンときたっていう直感を信じることによって当
って当たることもあるので、それ大事だと思います。はい、大事ですね。え、キムニーは今も直感というものは持ち合わせていますか？あるつもりでいるんですよもうお二人は亡くなってるかもしれない毎日たくさんね、もう馬を見て、まあ、もちろん土日はレースを見てらっしゃいますが、小林さんも今も直感というのはありますか？そう、まあでもなくなりましたよね、なんかね。ただ、来ない一番人気とかあるような気がしますね。この人気馬でも来ないっていうような方のがあるって、来るよりも。なるほど、はいはい、このまま人気してるけれども、はいはい、ちょっと今回は、まあ、来ないだろうなみたいな、こっちの方の方が当たりますね。上げた上でそれもすごい大事ですよね。やっぱりこう点数減らしたりとか、はい、まあ、本当に意外な人気もあるじゃないですか。これがこんな人気してるのみたいな。ありますね、ありますね。まあ、それもそうですけれども、はい、なんとなくね、これはまあいろいろなことから来ないだろうなっていうのがそっちの方が当たりますね。さすが、それ大事なんですよね。結局それがあるから穴馬券にもつながる。あ、そうですね。人気も来ないやつを穴で買うのが大事なんで、もうそれはもう本当にじゃあ教えてもらってください。教えてほしいです。でも木村さんはやっぱり調教を見てというところですか？調教はでも僕はね、あの調教をずっと見てるあの担当ではないので、ね、はい、あの取材担当なので、まあ、調教はあの生ではそんなじっと見れないんですよね。やっぱ映像、皆さんと同じでいく映像でチェックすることの方が多いですけど、はい、あとは取材の感触と、うん、やっぱり僕の場合だとあのグリーンチャンネルでパドック解説なんかやってもらってますけど、はい、小林さんもしてますけども、まあ、パドック見て馬の印象とかそういうのをこう覚えておいて、はい、まあ、それを予想に活かすっていうことが多いかなと思いますね。なるほど。さあ、デイリー杯クイーンカップの予想スタートいたします。まずは皆さんの本命馬を見ていきたいんですけれども、はい、それぞれ皆さん後ろにフリップがありますので持っていただけますか？せーの、ドン。みんな一緒、みんな本命馬も一緒。もうね、これ外れフラグ立ってます喋る前からこんなこと言ったらですけど、相葉さんの本命はモリアーナ、対抗はウバロバイト、そしてリックスターを押しました。ところが木村トラックマンも小林記者も両方モリアーナが本命と予想が揃ってしまいました。もう嫌でも感しかしない。いや、でもそれぞれの予想スタイルがあって同じ馬を本命にしているということは、いやでもやっぱりこの馬は来るんじゃないかなってこう私たちはね思うわけですよ。でもなんか暗い顔されてますが、いやなんかね、まさか3人とも一緒なんて思ってなかった。みんなね、イベントのこと考えてないんですあの、ま、イベントのこと考えたらずらした方がいいんですよ、はい、話しやすいんで。私が見た時は3番人気でした。あ、なってました。でももう今は1番と2番を争ってる感じ、ね、行き来してる感じですね、はいはい。まあ、前走は反省生かし今回走るんじゃないかっていうのと調教動画をちょっと見まして、お、まあ、何を知ってるんだとはなるんですけど、私から見てこう直感的に走りがすごい綺麗だなってすごいモリアーナはすごい思ったので、で本命にしました。でその時見た時は3番人気ぐらいかなっていう風な感じだったので、もうオッズ的にも美味しいって思ってこの時は本命にしたのがモリアーナですね。なるほど。非常に良かったですし、まずね、前走の範囲というのはあの、やはりこう折り合いを欠いたことというのが一つの大きな範囲だとは思うんですけれども、まあ、今回ね、そのあたりこう改善を図るために年功着用するということなので、普通の場合だと阪神ディメナルフィリーズも本命にしているので、はい、まあ、あの時の負けが、まあ、力負けではないよと、まあ、小林さんがおっしゃったようにちょっとテンションが高くなって、うん、あのパドックのね中盤までは良かったらしいんですけど、はい、後半になってから急にテンションが上がったらしいんですよ。なるほど。だからそれの対策として、まあ、綿子を着用するということなんですけども、うん、まあ、本当小林さんがお話した通り、デュアイズをね、子供扱いしたレースっていうのはやっぱり強かったです。ウバロバイトです。これはいいですよね。はい、ウバロバイト。午前走を見ててもそうですし、力強いなっていうので、まあ、3着以内に絡んでくるんじゃないかっていうので入れております。うん、はい、まあ、東京競馬場で2戦して1着と3着どちらも馬券に絡んでいますので、ね、はいはい、この東京競馬場でも3戦目ということになりますから、はい、馬場も合いそうな気がします。小林記者と木村トラックマンの予想は単穴だけが異なってご覧の通りになっています。まあ、価格、まあ、人気から硬いっていうのもおかしいんですけど、馬連でとりあえず、はい、勝負したいかなっていうふうに思っております。はい、馬連で3番から5番、7番、9番、はい、当番15番ということです。はい、はい、5頭に流した馬連で勝負。
さあ、そして木村さんいかがでしょうか。はい、僕はもう3連単の頭に固定して、はい、あとは印、1番のオン・ザ・ブロッサムがちょっとこれは人気ないところで、あの今まで男馬としかやってないんですけど、今回初めて牝馬限定に戦うので、まあ、ちょっとこれは面白いんじゃないかなと思っています。はい、あとは5番のバルバイト、7番ドゥアイズ、10番グランベルナレット、13番アスファルディーコで、15番のウングライルと、はい、6頭の相手で2、3着でフォーメーションですね。はい、はい、ありがとうございます。そして相葉さんいかがでしょうか。はい、私は3連単、こちらです。3連単で、まあ、マルチにするか悩んでんですけど、荒れそうと見込んでマルチにしました。伊藤軸マルチです。はい、このように穴も多分しっかり入ってると思いますね。東京4レースが間もなく発走となってしまいました。バタバタでしたが、皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。誕生日馬券も買ってました。実はこれ撮ってる段階ではレースは始まってないんですけれども、はい、そうなんです。はい、検討会終えての感想を伺えたらなと思うんですが、いかがでしょうか。めちゃくちゃ楽しかったです、はい、あとはその本命がこんな皆さんと被るって思ってなくて、実は16頭のうち10頭に絞るっていう、多分ここまでで最多数の絞り具合で10頭からあと何頭絞んなきゃいけないんだってなるの、すごい時間かかったんですけど、時間かけて絞った結果の本命が皆さんと一緒っていうのでちょっと安心した面もあり、ただ一番人気っていうのでちょっと不安な面もあるんですけど、このまま勝ってほしいっていうのと、割と皆さんの予想と私のこの今ちょうどあるんですけど、この買い目が近かったので3連単当たってほしいなっていう気持ちでいっぱいです。はい、すごい楽しくて、私が前から来てた東京競馬場にこうしてイベントで初めて呼んでいただけたので、本当に今ものすごい心が満ち溢れて胸がいっぱいでございます。ありがとうございます。ツイッター、SNS なので、はい、競馬の予想はもう常にしておりまして、はい、はい、SNS 見ていただけると、私が出演している作品やライブや舞台の情報などもありますので、はい、じゃあそちらをチェックしていただくということで、はい、はい、お願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。